答える回にしようかなって思ってます。こんばんは。皆さんなんかたくさんありがとうございます。疲れ様です。多分ショールームはね、アイドル時代のファンの方がすごい多いと思うので今新たなお仕事を始めて、ちょっと離れていたというかよくわからなくなっている方とかも久しぶりにショールームでお話できたら嬉しいです。ね、待って、本当に痛い。ウニがめっちゃ興奮してる。とりあえずですね、3月の4日に渋谷の招き猫さんのライブスペースで。ステージをさせていただくんですよ。なんかちゃんとしたステージで、後ろも全面なんか画面になってて、すごいおしゃれなところで、なんか全国の招き猫で生放送を見ることもできるらしいっていうあれなんですけど、渋谷の招き猫でやります。で、2部制になってて、一部が私一人で4時から16時からで、2部が私とちんはるさんという私の大好きな声優の先輩の三村遥さんにお越しいただいて、2人でステージをやる予定です。なので1部2部あるんですけど、どっちも内容が全然違います。楽しみだ。久しぶりな方がいっぱい、ありがとうございます。チェキはチケット代についてますっていうのも、チケット代が当日はちょっと高くなっちゃうんですけど、前売り前日と23時59分まではチケット代を7000円で販売していて、一部二部の投資券だと1万2000円かな、なんかちょっと安くなるんですけど、そのチケットにそもそもチェキのチェキのチケットもついてるので、もうチケット代にツーショットチェキ代が含まれてます。でもそれに加えてワンショットだけが撮りたいとか、ツーショットもうちょっと撮りたいっていう方のためにチェキ券も別で販売しようとは思ってるんですけど、普通にチケットにチェキ券がついているので、何も買わなくてもツーショットチェキが取れるようにはなってます。あ、タコありがとうなめなめ、予定がかぶった。嘘でしょ。16時からと19時からどっちも無理なんですか。そんなことある。アッキーチョコレートありがとうすごいいっぱいバラのチョコレートありがとう、アッキー。てな感じで、あとはグッズの作成も進んでいて、昨日グッズ撮影をしてきたんですけど、まあ、衣装が4パターンあって、その4パターンで、まあ、いろんなグッズを作ろうかなって思っています。まあ、大体こういうものを作ろうっていうのはもう決まってはいるんですけど、手作りで作れるものは手作りで作ろうと思ってて、手作りで作る様子とかも、まあ、SNS に上げたいなって思っております。そう、生誕祭オリジナルグッズを作ってて、私がツイッターとかインスタに昨日と今日あげた写真とかはグッズの衣装になります。またグッズが完成したらしっかりと SNS には載せるんですけど、オフショットとしてあげてるものがグッズになります。まあいろいろ考えてますいろいろ考えてはいます。もう決まってはいるけど、これ残りあと1個こういうのも作るみたいな話も最近マネージャーさんとしたりしてるんですけど、結構可愛いと思います使えるタイプのやつにしています。
こんばんは皆さん、ありがとうございます。そう、手作りで作れる場所があって、そこで手作りで作れるものは作ってみたいなみたいな感じです。絶対予定変更してお願い。あの一部と二部で衣装も変えてステージもやることが違うので、あの来られる方はどっちも来てくれると嬉しいです。新春さんが来てくださるのが二部です。こんばんは。働きたくない T シャツはあの グッズになります。言っていいんだよね。うん、もう言ったよね。そう、あれもグッズになります。風神が欲しい。お久しぶり。ということで3月の4日に16時からと17時から2部制になっているので、チェキ券もついてるし、まあちょっとしたゲームもやりたいなって思ってて、考えてるゲームとしては私の私物も欲しいか分からん、みんなが欲しいかは分からんけど、私の私物が当たるゲームとか、まああと普通にステージは両方考えていて、いろいろ考えている状況ではあります。はい。なあニルバーナありがとう。チョコレート、そっか、バレンタインだからあれなんですね、そういうギフトなんですね今は。のでぜひどういうのがみんなが喜んでくれるのか考えたんですけど、私の、いやどうなんやろうな、その可愛い衣装のさ、可愛いグッズもやけど、なんかいやでも分かんない、なんかみんながさユラのイラストのグッズが欲しいってすごい言われるんですよね。なんかD4DJ の現場のスタッフさんからもなんかココアちゃんのイラストグッズいつか作りたいねみたいな感じで言われるんだけど、そんなに需要があるのか分かんなくて今回は入れなかったんですけど、どう？いらないよね、イラストのなんかグッズ、ユラのなんか。でも結構言われるんだよね、なぜか。絶対いらんやろって思うけど。あ、アキありがとう。じゃあおおう、センキューローズ、センキューアルマサトリアさん、おお、カイサル久しぶり、ありがとう。100回目ありがとうございます。なんかね言われるんよな。まあでも結局それはまあ多分なくていいと思いますって言って作らない予定ではあるんだけど。あと何か質問とかありますか、3月4日のことに関して。みんなのなんかご要望とかがあればなんかあるかなって思ったんやけど。お、ちなみに3月4日今のところ行くよっていう方、今見てる人でいらっしゃいますか？2部の方がね今のところチケットは売れているので、よかったらちょっと早めの時間でも行けるよって方はぜひ1部も来てほしいなって思います。イラストのサンプル。うちわやボードって持ち込み可能？可能です。あ、そうそう、ね、なんか普段プレゼントとかお手紙とかを事務所に送っていただいて本当にありがとうございます。あの毎回全部チェックして大事に保管してるんですよ、みんなからいただいたプレゼントとあのお手紙を。でお手紙とかはもういろんなところに入れてるんやけど、
こういう感じでこう手の届く範囲にこういつも見えるところにいっぱい入れてて、この箱がいっぱいあるんですけど、いつも本当にありがとうございます。この3月4日の生誕祭の日はプレゼントをその場で直接受け取ることも可能なので、いつも事務所に送ってくださってる方ありがとうございます。この日は直接プレゼントを私がいただくので、よかったらもし送ろうかなって迷っているものが現在あるのであれば、直接欲しいなって感じです。保留中はダメだよでも予定が被ってるって言ってたの。できればすごく楽しい会になるので、一部二部とも来てほしいなという気持ちです。両方行くよ、ありがとう。とても行きたいけど予定がまだ。そっか、3月4日って、でももう割とあと、今が2月の11やから、11、19、もう3週間くらいしかないんか。1ヶ月前に、そう、ちょうど1ヶ月前ぐらいにこう発表しようっていう感じでやったんですけど、もう多分あっという間ですね、3月の4日まで。サンプル持ってきます、ありがとう。現地渡し可能です。送ったことないから直接渡さないと。え、楽しみ欲しいものはあるか。何でも嬉しいよ、本当に何でも嬉しい、もう何でも嬉しいです本当に。あ、でも食べ物が多分受け取れないので、食べ物は受け取れないかも。なんだけど何でも嬉しいです。3週間後か、あっという間ですね、きっと多分みんないろいろ、本当は誕生日の当日、3月の12日も日曜日、土曜日なので、あ、日曜日か、3月の12日が第一希望だったんですけど、もう私今ジャストプロという事務所にも業務提携していただいて、声優のお仕事をさせていただいてるんですけど、大先輩のですね、事務所の事務所の大先輩の藤本美貴先輩がですね、その日にライブがあるということで、ゆらは断念いたしました、当日はなのでちょっと1週間早いんですけど、3月4日来ていただけると嬉しいです。透明感、本当投資券購入しました、お、ありがとうございます。モモンガが目を覚ましちゃったうちの家今もうなんか動物園みたいになってるんですよね、猫にモモンガに。しばらく見ないと綺麗になったね、あら、ありがとうございます。来年こそ当日かな、当日やりたいな。去年はね、当日できたんですけどね、そう、残念や。まあでも誕生日は前後1週間含めて2週間あると思ってるから大丈夫。あ、ちなみに4月16日のライブは皆さん当選しましたかそう、もうね、リハが始まりつつあって、そう、結構毎週ユニコードで集まってます。あと曲もね、そう、どんどんレコーディング行ってて、早くみんなにもう聞かせないっていう曲もたくさんあるので、楽しみにしててくださいなんですけど、その日は多分結構ライブでどういう感じかわかんないんですけど、直接こうみんなとコミュニケーション取る場は多分ないので、ぜひその前に一度生誕祭に来てください。絶対1年で一番みんなと距離が近く、たくさん遊べる日になるので、3月4日が迷ってる方はぜひ来てください。お、当選して、お、すごい、みんな当たってて嬉しい所沢らしいですね、4月16日は。私はママとお姉ちゃんも来てくれるらしいから楽しみなんかこう T4DJ の活動を始めさせていただいてから、こう皆さんに去年よりかは直接会える機会が増えたので、すごく
嬉しいですただ生誕祭だけは本当にあの私だけのイベントで、みんなと唯一楽しく直接関われる場なので、絶対絶対来てほしいです。お願いします。3月の4日で、渋谷の招き猫さんなので、すごいあの場所もいいと思います。来やすい場所だと思います。そうユラのね、なんかね、昔から応援してくださってる方とかはトークポートで、あ、月1でファンクラブの方とトークポートさせていただいてるんですけど、なんかあのね、やっぱ広島の方とかが多いんですよね、西日本の方が。だから東京はちょっと遠いんだよねっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、あの土曜日だから来れたら来てほしいなって。でも時間かけてきたとしても絶対に来てよかったってなるぐらい楽しいし、内容が本当に盛りだくさんなんですよ。忘れたの？嘘でしょ？嘘？本当に？で、待ってよ、でもね、所沢の桜ホールみたいなとこなんだけど、調べたら結構大きかった。ゼップと同じぐらい入れる気がする。うざーん。そう、3月4日絶対来てください、みんな。生誕祭、なんか今のすごいすごいなんか薄っぺらい言葉やったけど、ほんまに来て。ちょっとなんか今薄っぺらい上辺っぽい言葉になったけど、ほんまに来てほしいんよ。あのほんま楽しいけ、あのプレゼントももちろんあるし、チケットにチェキもついてるし、なんと言ってもステージもあるし、グッズもめちゃめちゃ可愛いし、本当にめっちゃ楽しい一日にするかな、ゆらが。もう1年で一番楽しかったって思えるぐらいの日になるから絶対来てください迷ってる人は。なんか質問とかあったりする？他にうちわとかボードとかの持ち込みは OK なのと、チェキはチケットにもチェキ券がついてるのと、場所は渋谷の招き猫のライブステージのところと、身分制なのと、オリジナルグッズがあるのと、ゆらの私物プレゼントがあるのと、ステージがあるのとって感じです。あとプレゼントお手紙直接受け取ることができますっていうのと、なんかあるかな、他に。豪華です。会場めちゃくちゃ綺麗だった。そう、なんかね、この間ユニコードのリハの時にみんなで調べて、綺麗だねってかりんさんとかと言ってたんだよね。こんばんは。なんかあと言い忘れたことあるかな。キャパは何人ぐらいの会場なの？招き猫ですか？招き猫のライブステージのキャパは、あの一応スタンディングじゃなくて、スタンディングじゃなくてってなんていうの、椅子シーティング何、椅子で座りながら見れる形にしたんですよ、疲れるかなと思って。で椅子込みで50人前後ぐらいかなって感じでした。スタンディングだと80人くらいなんですけど、椅子だと50人前後でパンパン、40人くらい入って普通くらい、ちょっと50人で満パンっていうくらいかな。座席指定かな。どうなんじゃろう、指定な気もする、わかんないどうなんだろう、指定な気がする。だってそう
そうなると争奪戦が起こるかもしれないかもしれないですもんね。あ、だからね、ちゃんとしたステージでアイドルさんとかが対バンとかをやるステージらしいから、あの音響もめちゃめちゃ良きです。一部と二部の間は何してればいい？何でもあるよ。だって渋谷だもん。何でもあるよ渋谷。でも4時から始まって次が7時じゃけ、思ったよりなんか移動するほどのあれはないかもしれんな、時間は。そう、天満にも出てもらいたかった。そう、声聞いて癒される。お久しぶりです。女一人で行っても優しくしてくれますか？はぁ、女の子が来てくれるのはそりゃそりゃもうめちゃめちゃ嬉しいよ。ユラのファンの人はもう本当に本当にみんななんかあの見守る系の優しい人が多いから大丈夫だ。めっちゃ嬉しい。嬉しい。嬉しい。好きになっちゃう女の子。いいの7ってチケットに書いてあった。あ、じゃあもうあれなのかな、先着順で前順ん前からなのかな。1列何個ぐらい座るの。じゃあもう半どうやろう、2列目ぐらいまではもう待っているかもしれない、わかんないけど。おお、あ、あんちゃん2000日行ってたの、毎日会いな。招き猫、そう、設備めちゃ良かったです。ライブステージなんだけど、後ろもなんか画面がめっちゃこうスクリーンが大きくなってて良かった。田舎民だから迷子にならないようにしないと。ゆらより田舎民ですか？私広島の時実家の前田んぼでしたよ。今は福岡に実家が引っ越して実家の前が川になってた。やばい、9時半からインスタライブに移る予定だったからちょっとインスタライブに行こうかな。ゆらちゃんだ。女の子が一人だとゆらちゃんが喜びます。行くしか。9時半になっちゃったのでインスタライブに移動しようかなと思います。ショールーム久しぶりでしたがありがとうございました。なんか随時ね、そう、質問とかあったらいつでもインスタでもツイッターでも送ってください。っていうか私結構久しぶりにツイッターのいいねを再開したんですよ。なんか本当はなんかツイッターのいいねをやらないようになってたんですけど、どうしてもみんなのなんか SNS でみんなが上げてくれるのとかつぶやいてくれるのがすごく嬉しくて、どうにかしてなんかどうにかしたいなと思っていいね再開させちゃいました。怒られるかも。なんかいっぱいつぶやいてください。そう、リプにもいいねしてるから内緒でこっそりてな感じで、とりあえず一旦ショールームの方は終わりにするんですけど、迷っている方はぜひ3月の4日だから今ドキドキしてんのさ、いつ言われるかなと思って。3月の4日にお待ちしておりますのでお願いします。一旦インスタグラムの方に移りますけど、皆さんインスタグラムもこのままついてきて見てくれますか？お願いします。びっくりした？なんかやっていいのか分かんないけど、ちょっといいね。なんかどうしてもだってなんかみんなが一生懸命さ、こうなんか宣伝してくれたりとか、ツイッターでつぶやいてくれたり、なんかインスタでさメンションしてくれたりしてるのに何もお礼ができないのはなんかね、見てるか見てないのかもう分かんないのは嫌かなって思って、とりあえずやってます。
ということで一旦ショールームは終わりにしてインスタグラムの方に移りますね。それではこのまま来てくださいね、みんなインスタまで。お、登録もありがとうございます。何位かな、ランキングを見せたけど13位か。13位、なべなべ。12位、りょうすけ。11位、りゅうじ。10位、しんじ。9位、らえるたろ。おお久しぶり。8位、よし。7位、ウィップスさん。6位、ゆかりん。5位、きょうへいさん。4位、アルマサトリアさん。3位、ピンクのトトロさん。2位、ニルバーナ。そして1位は、ドゥルルンドゥン、アッキーでした。ありがとうアッキー。皆さんショールーム来てくださってありがとうございました。3月4日も今申し込み絶賛しているので、迷っている方は絶対来てください。ということでインスタライブに移動です。皆さん来てねー。よっ、終わります。